では今日は ENTP、はい、ENTP のご紹介、カーシー博士の Please Understand Me 2より The Invader とありますね。発明家、はいはい、発明はエンジニアリングの機能的側面であり、システムをより効率的にするための装置のプロトタイプを構築することです。 ENTP にとって独創的なガジェットやメカニズムを考案することは非常に自然なことで、幼い頃からそれを開始します。そしてこれらの発明家はそのような発明に夢中になり、発明の才能を行使することを決して止めませんと。職場では物理的および機械的なシステムだけでなく、社会的システムにも技術的な独創性を発揮します。プラトンによる合理主義者、アリストテレスによる弁論家、そのバリエーションとして ENTP は NT タイプと他の NT タイプとほとんど違いはないと。すべての合理主義者と同様に ENTP のコミュニケーションは抽象的で、目標達成への実装は実利主義的ですと。彼らは科学を専攻し、テクノロジーに夢中になり、システムとうまく向き合いますと。彼らの視点は実用的で、懐疑的で、相対主義的であり、空間的視点と時間感覚にフォーカスをしていますと。彼らの自己イメージは独創的で、自律的で、断固たるものであることが基盤になっていますと。可能であれば彼らは落ち着いていたい、そうなんだ、落ち着いていたいと考え、はい、理性を信頼し、実績への飢餓感、常に成長していたいということですかね、うん、実績への成長じゃないですね、言葉はね、はい、ごめんなさい、そのまま読みます。実績への飢餓感があり、知識を求め、尊敬を大切にし、科学と技術の魔法使いになることを目指しています。知的に彼らは、外交術、戦術、ロジスティックよりも戦略を常に実践していますと。そんな彼ら、この ENTP 発明家は多くはないと。人口の約 2% 程度と言われていますと。彼らは非常に好奇心旺盛で、特に複雑な問題に関して絶えず可能性を探り、カオス理論を興味深く感じています。このような好奇心は発明家の飽くなき知識欲を称賛する人たちによって刺激になるでしょうと。また ENTP は物事がこれまでずっとそうであったっていう理由だけで、その特定の方法で物事を進めることを最も嫌うタイプですと。彼らは常に新しい方法を探しており、新しいプロジェクト、新しい活動、新しい手順を追い求めていますと。この発明家は自分のアプローチの価値に自信を持っていて、標準的、伝統、権威を無視する愛らしい能力を発揮しますと。無視なんですね、はい、この革新的な姿勢の結果として、彼らは仕事や生活に新鮮で新しいアプローチをもたらすことがよくありますと。なるほど、はい、この始めがいいですね。グッドアットファンクショナルアナライシス。発明家は機能分析に長けており、社会的技術的組織の実際面を鋭く判断し、手段と目的の関係を改善するエキスパートになることも多いと。 INTP、 ここでは建築家と言ってますか、はい、博士は、はい、INTP、 建築家がデザインを目的自体と見るのに対し、発明家 ENTP はデザインを目的達成のための手段、機能する道具や複製可能なプロトタイプを考案する方法として捉えています。あ、 INTP はデザインすることが目的だと、はい、でも ENTP はこのデザインっていうのは、はい、その先にある目的を達成するためのものだよっていうことをおっしゃってるんですね。そうですね。ごめんなさい、 INTP のやってる意味が分かんないです。じゃあ僕はそこに興味があるって話ですもんね。僕は分かんなくてもそれはまあお互い様だと思うのでそっか、はい、ごめんなさい、大きなお世話ですね、はい、これら外交的なエンジニアにとって
アイデアというのは実行可能な行動や物体を可能にした時だけ価値があると。それはできないっていう言葉は ENTP にとっては挑戦であり、私ができるっていう反応を引き起こしますと。しかし彼らは INTJ 戦略家のように山を動かすタイプではありませんと。むしろ発明家は問題解決に自信を持っており、不可能と思われる状況でも欲求に応える卓越した才能を発揮します。表面上は即興と迅速な行動の才能を持つ ESTP プロモーター、活動家と似ているが、発明家はプロモーターの持っているその自発性、行動の自由さっていう感覚よりも山に対して解決するという能力と達成感に焦点を当てている、はい、ESTP は楽しみたい、はいはい、山を楽しみたい、はい、ENTP は解決したい、俺はできるがやりたい、うん、INTJ は山を動かすタイプっていうのは何だろう、ま、問題解決だと思うんですよね。この山に対してルールを変えちゃうって話ですか、はい、ルール変えればできるんじゃないって話になる。 ENTP はそれができるってなる、はい、俺がやるんですってなるんですけど、はい、INTJ 戦略家のように山を動かすタイプではありませんと、はい、この山を動かすっていう表現は実際の行動じゃないですか、はい、どのタイプが何でした。 ENTP は、はい、私はできるっていう彼らなので、はい、この山が問題だとすると、はい、ENTP は私ができますって言いたくなって、はいはい、能力と達成感に焦点を当てている、はい、ESTP は楽しみたい、ああ楽しめそうじゃん、はいはい、でもう一個 INTJ 戦略家は山を動かすタイプ、わかりました、はい、どうぞ分かったんですねわかりました。 INTJ は問題を解決したいんですよ、はい、山を解決したいんだ、ここに大きな山がある。ENTP と何が違いますか。 ENTP は達成感ですよ俺が変えてやったぜみたいな、問題を解決したいわけじゃなくって、はい、俺がやってやったぜなんですよ多分。成功、俺がすごいだろうっていう。 INTJ は問題が解決したことに納得するけど、ごめんなさいね、はい、もう僕の中ではね、はい、その色が一緒すぎて、はい、問題がだから言ってることはなんとなくわかります。二等兵的に言うと、はい、例えば人間関係とか、はい、で INFJ とかは人間関係が問題なければそれでいいみたいな感じですよ、はい、問題、人間関係が解決すればそれでよかったみたいな感じだけど、ちょっと僕には味が足らないですね。そう、二等兵は俺が解決してやったぜ、なるほどね、その雰囲気ですね、はい、エニアグラム3みたいですね。あ、その匂いはしますね、あ、そんな感じですね、はい、2つの違い、体調の見解が分かると、まあそういうことなんですね、はい、問題が解決したい、俺がやってやったぜ、はい、そうですね、僕の中では INFJ と ENFJ なのか FP なのかの、はい、違いはちょっとしっくりきました、はい、中心に僕がいたいという気持ちがあるかどうか、はい、解決すればいいっていう問題でもないみたいなそうですね、自分が解決させることが重要、うん、病ですね、はい、これは、はい、はい、こんなこのENTP さん、はい、発明家精神を持ち、手持ちの資源や人材を巧みに活用することができますと。問題が発生した際に解決していくことを想定しており、緻密な青写真を事前に作成するよりもざっくり大まかな計画で自信を持って行動に移しますと。この能力と創意工夫、創意力に頼る傾向が強いがゆえに、 ENTP は時に特定のタスクに対して十分な準備を怠ることがありますと。能力が通用しなかった状況で何度も失敗した後でも、より緊密な準備に頼るのではなく、そのような状況を回避する方法を身につけるでしょうと、うん、タイプ3じゃないですかはい、ぽいですね。なんでこのあとなんかね、はい、僕みたいにその自分に論理的能力がないと思ってる人間は、はい、その論理的っぽい人を見ると、はい、うん、万能に見えてしまうんですね、はいはい、ただここを見ると、うん、そのどんなに能力的なんていうの、はい、思考的論理的に
動いてそうな人でも、うん、結構ざっくり動く人と、はい、本当に地道に組んでる人がいるってことですね、はい、まあ、J がきっちりありそうですよね。ああ、はい、そっか、あのフィールドマーシャルの人たちですね、はいはい、陸軍軍曹の人たち、はい、かといって、はい、その論理的に準備したことが、うん、正しくそれが効果を発揮するかなんて、はい、分かんないですもんね、この実社会においては、まあ、分かんないのを準備したいって話じゃないですか、うん、はい、だとなんか今みんな騙されないようにねって気になってます。今 P だとそういう感じじゃないですか、はい、ざっくりくでこの人たちはすごい自信に満ち溢れた感じに見えるんですよね、はい、まあ、いけるでしょうっていう感じじゃないですか。これね信じちゃいますよ本当に、はい、特にアホな人たちはうまくいかなくてもなんとかうまくいかない空気を乗り越える術を知ってるみたいな。これ本当になんか不動産投資とかの場面でね、はい、いやもう僕についてこれば大丈夫なんですよ、はい、みたいなのは本当なんか年収500万超えるとそういう電話がひっきりなしだって言うんですけど、はい、これ要注意ですよね、はい、すいません。この ENTP も入るのかな。 ENT は仕事が多種多様なルーチンワークにならない限り様々な職種で成功することができます。あ、じゃあ ENTP ですね多分、まあ、J もってことじゃないですか、かもしれません、はい、はい。仕事が単調になると彼らは落ち着かなくなってくると、はい、彼らは通常学生を学習に巻き込むための新しく興味深い方法を常に考案します。そういう傑出した教師になると独創性を求められるプロジェクトにおいて彼らの基地の能力、基地っていうのは、そういうタイミングごとにちゃんとしたことができる基地力を試すことができるので優れたリーダーになると。また人間関係、人間システムのそういうエンジニアリングにも長けているので組織内の政治的状況をパッと見て把握しシステム内の人々のを判断するのではなく理解すること、あ、まあ、これは J と P なんですかね、はい、理解することを目指しています。実際彼らは他者の扱いにおいては支持的ではなく状況に強制されない限りその活動のリーダーシップを取りたいっていうことはないでしょうと、うんうん、でもパッて見るとこの中でどんなことが起こってるかっていうのは、うん、判断できると分かると理解しようとするってことじゃないですか。この人何に優れててみたいな。ごめんなさいね、僕は、はい、NT のところを読む人間には適してないかもしれません、はい、職種に関係なく発明家 ENTP は職場での順応主義者であることは稀だと。仕事が退屈で反復的なものになると彼らは興味を失いしばしば同僚を困らせながら最後までやり遂げることができないと。ルーチンを避けるためにシステムを出し抜こうとしシステム内にあるルールや規則を利用して革新の余地を作ろうとしますと。時には単に優位に立つ喜びのためにシステムに逆らうことさえあるでしょうと、うん、この辺はちょっと気持ちわかる、はい、また発明家は上司に対して綱渡りのような駆け引きをすることで自分のキャリアを危険にさらしまるで結果を分かっていないかのように振る舞うことも知られていますと。そのため解決策を思いつく機会を作るために職場で不必要な危機を作り出すこともありますが多くの場合彼らはそれを成し遂げることに成功していますと、はい、問題を起こして自分で解決してやろうじゃないですか問題をちょっと大きくして大きな山を作って解決してやったぜ、俺がやってやったぜみたいなこれはタイプ3ですね。タイプ3です。エニアグラムでいうところの、うん、ENTJ とかだともっと金を稼ぐとかにフォーカスしそうじゃないですか。はい、はい、この人たちはある感じがしてます、はい、この人たちはなんか自分がやってやったぜっていうのをみんなに知らせたいみたいな知らしめたいみたいな。タイプ3だタイプ3だよ、はい、でもなんかねなんか気持ちわかるのもあるんですよ、はい、目立ってなんぼ、はい、だからまあその辺が F と T の違いが出てるだけで似たような感じなのかもしれないですよね、はい、要は目立つんだったら、はい、逆張りしてなんぼ、はい、逆張りが一番早いじゃないですかみたいな、はい、で問題起こったら自分で解決してやってやったぜって、はい、病気ですよね、はい、
病気だよ。自分の力を示したいんですよ多分。これ病気だよ本当に。はい、はい、あ、ルナネイルさんごきげんよう。ごきげんよう。 INTJ だが外では ENTP が出るときあります。はい、まあなんて言うんだろう、同じ問題を解決したいぜですもんね。はいはい、それが本当に問題を解決したいのか、はい、自分が目立つために自分 AI がやりたいのか。はい、論理的に準備しすぎて失敗するときは多々ありますと。はい、その時に落ち込むんですかね NT の人は。はい、落ち込まないですよ多分。あ、次そのなんかうまくいかなかったこともなんか次の山ですよね。そうですね。はい、自分のアピールにするためにはどうしたらいいのかとか、自分の責任をどう逃れる、うまいこと逃れるみたいな。うん、うまいんでしょうねその辺も。はい、INTJ さんは問題を解決しようとする思想ですからね。うまくいかなかった時に、焦点はそっち。そう、うまくいかなかった時にじゃあ次どの手を打つかみたいなことをフォーカスしそうですけど、 ENTP はちょっと自分の責任を逃れどう逃れるかみたいな。もうそれとらわれの話をしすぎですよ。はい、成功したいですっていう、はい、あとね、成功の定義なんですよ。はい、以上です。はい、なんかパーフェクトデイってなんかあの今役所広司さんの映画がやってて、はいはい、まあまあな年のおっちゃんが、はい、自分の世界だけで満たされた幸せで生きるって、はいはいはい、それある種成功ですよね。まあ、自分が満たされてる、はいはい、で多分ケコリンさんの言う成功したいですっていうのは多分僕と一緒ですよね。承認欲求的な。これが、はい、これがやりたい人、はい、俺すごいだろうっていう成功ですよね。プペりたい人ですよね。はい、はい、ケコリンさん成功者の素質ありありですね。はい、これなんか焚きつけてますよね。はい、はい、なんというね、マッチポンプが過ぎますよね。はい、退屈なんですもん。問題を起こらなくてうまく回ってたら自分目立つ場所がないんですよ。そうですよね。はい、ちょっと問題を起こして自分が目立つ場所を作ろうとするみたいな。はい、はい、でもまあ彼らは彼らで常に問題が起こってるような職場だったら、はい、もう活躍できますよって話ですよね。活躍できますよ。この ENTP さん、おおむね活発的な友人関係を持ち、友人たちの考えや活動に興味を持っています。彼らは通常は気さくで批判したり文句を言ったりすることは稀です。うん、ユーモアセンスと好奇心は伝染しやすいもので、人々は彼らの仲間を求めます。 ENTP は魅力的な会話をする人であり、自分自身の複雑なアイデアを説明したり、他人の複雑な言葉遣いを理解することができます。しかし相手が近しい友人や大切な仲間であっても、議論戦術を意図的に用いて相手を不利な立場に立たせることがありますと。はい、頭脳は多彩で機敏であり、相手の立場が変化しても素早く巧みに対応します。巧みに窮地に追い込むんですね。自分を守るために。自分が目立つためにとか。すいません、多くの場合彼らは常に数歩先を歩いています。はい、実際 ENTP は他者に対して常に優位に立つことが最も得意なタイプであり、うん、騙されたり操られたりすることは彼らにとって屈辱であり、うん、一つ上を行く達人としてのプライドを傷つけられるのですと。これ悪口ですよね。はいはいはい。病気ですって言ってますよね。はい、あ、老子を読んでしまうとね、はい、あなたそれって病ですよって。はい、いますよね。議論上手なタイプ。はいはいはい、多分そういうタイプですよ。うまいことを乗り越えられるから、はい、なんか失敗したとしてもうまいことやり抜くんですよ。やり抜かれたな、はい、常にやり抜かれてたなっていう感覚を持ってる相手が一人いて、はいはい、あ、常にこんな感じだったなと、はいはいはい、デザインの二文字直すっていう修正指示が来た、はい、それを渡すじゃない、二文字ぐらいだったらいいだろうって思うんですよ。いいだろうっていうのはもうこっちが構成しなくても二文字直してって直しました。はい、二文字だったから、はい、こことここの二箇所だけだったから構成しずに送るじゃないですか、はい、そうすると直ってませんって返ってくるんですね、はい、一文字直し忘れてるんですよ、はいはい、言うじゃないですか、はい、ちょっと直ってないじゃん、はい、って言うと、はい、
見るのは君の仕事だろって返してくるんですよ。はいはい。グーの根も出ないですよね。はい。いや、はい。っていうのが、常にそんな感じだったなっていう。はい。それはもう、なんか、自分が見たことにすればいいんじゃないですか。こっちから治ってないって言われたんだけどって、どうなってんのって言ったら、あなたが見るの仕事でしょうって言われるので。言われるんですよ。はい。まあ、そこを言わずに、ここ治ってないけどって返しちゃえば、見るのが仕事だろうって言われても、見て返してんだよって。ああ、なるほどね。はい。うん。はい。はい。やっぱね、僕は、はい。口喧嘩に向くタイプと向かないタイプはありますね。はい。はい。で、やっぱり今みたいにこの、論破みたいなのが流行ってる時代だと、はい、はい、はい。それを自覚する人間はちょっと辛いですよね。はい。はい。この、ENTP さん、家庭環境もまた活気に満ちている傾向があると。彼らは社交的で簡単に、そして頻繁に笑い、通常は機嫌がいいと。一般的には生活必需品の確実な供給者、有能な ATM ってことですね。はい、多分。ですが ENTP との生活は時に冒険であり、彼らは無意識のうちに家族を経済的な危険な水域に導いてしまう可能性がありますと。日々の生活のルーティーンにおける秩序は彼らを刺激するものではなく、彼らは通常パートナーに後片付けをさせることでこの問題を解決しますと。そっか、問題を解決した俺すげえがやりたいんですよね。はいはい。問題が起こってないと退屈なんですよ。なるほど、はい、本当に壮大なマッチポンプですね。はい。で、問題を起こして、だけどそこに巻き込まれるみたいな話ですよね。なあ、そんな感じですね。はい、発明家 ENTP は、愛する人たちと口頭で議論することを好みます。もしパートナーが知的競争相手でなければ、そのような優劣関係でのやり取りは、やや疲れさせるものになるでしょうと。しかし、パートナーが競争相手であれば、結果は楽しい応酬になるか、時に夫婦間の衝突になるかもしれません。はい。この発明家 ENTP は様々な興味を持っており、意外な分野のエキスパートになることもありますが、そうした趣味を教えるといった意味で配偶者や子供とそういったものを共有することはあまりしないと。実際発明家は子供への関心が一貫しないこともあり、一緒にいるときは愛情をたっぷり注ぎますが、外での多くの趣味に没頭しているときは無関心になってしまうこともあります。特に発明家 ENTP は日常的な子供の世話やしつけに時間を割くことが苦手で、可能であればそうした家庭内での細かいことは配偶者に任せていますと。うん、まあ毎週毎週公園に連れていくとかって、はい、はいはいはい、僕やってたんですけど、はい、僕でもちょっと退屈だったので、うん、ENTP 無理ですよね。ただ子供を毎週公園に連れてって、うんうんうん、子供が遊んでるのを見るっていう、うん、何の発明も生まれないのは多分苦痛ですよね、うんうん、っていうのを感じたりしました。